私は、インディペンデントシネマギルドというそういうその NPO を映画フリーの映画人のための、NPO をやっていて、その NPO では月に1回こういったシンポジウムを開催して、いろんなその知識や経験の共有を、図っています。ただ例えばその、私たちの NPO には山形国際映画祭の、山形国際ドキュメンタリー映画祭の、ディレクターの方も参加しているのですけど、山形国際ドキュメンタリー映画祭では、3.11 以後毎年のようにそのいわゆるその震災や原発に関わるドキュメンタリー映画というのを上映し、またその映画祭の中でその福島に関わるまつわるシンポジウムなども開催されています。神戸阪神の方で、1990年代のアジアや、20世紀の終わり頃、94年でしたっけ、1995年に、大きな地震が起きた時にやっぱその復興のために、政府が、できないようなあのことを NPO がやるということで、その頃初めて NPO というのが日本に普及しました。で、今はすごくたくさんの NPO が、あるんですけど、いわゆるその映画にインディペンデント映画のための NPO というのはそんなに数は多くないと思います。それぞれが今どういった問題に直面しているのかとか、どういうふうに映画を撮ろうとして苦労しているのか、そういったことはあんまりそういうあの知識や経験というのは共有される場というものはとても少ないので、そのためにも、NPO を、3年前から始めています。撮影所がなくなってしまって、もうひたすらその衰退していく過程の中に私たちはいるので、撮影所がなくなってお金がなくなる中で自由な映画を作ろうとしてアートシアターギルダっていうのが生まれて、あるいはその日活ロマンポルノやそのピンク映画というのもそうだと思うんですけど、そのどん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 予算が縮小されていく過程の中にもう私たちの映画はあるので、やはりその延長線上にあるという意識は、日本ではとてもそのすごく多様な映画が作りづらい状況にあります。それはやはりその、もともといわば助成金に頼らないで映画産業というのは発展してきた歴史があって、しかし今もうその時代というのはもう半世紀前の話で、今そのままどん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 その映画産業の規模自体が縮小していく中で、それは例えばフランスでも韓国でも取られているそのいわば必ずしも300万人や1000万人の人に見てもらえないような、そういうでもとても価値のあるその作家性の強い小さい映画っていうものを守るための制度というのが、フランスでも韓国でもちゃんとあるんですけど、日本にはそれがありません。なのでどうしてもその、映画を作るためにはそのいわば制作リスクをすごく映画はやっぱりお金がかかるその技術なので、制作リスクを抑えるための保険をかけなくちゃいけなくなります。でその保険というのは例えばそのみんなが知っている有名なタレントを使うこととか、有名な原作を使うこととか、そういったことになってきます。